ホーム東側の信号横断歩道デン天神川駅と市営地下鉄道西線渦正天神川駅3番出入り口デン天神川駅に進入する嵐山方面行き電車あたり駅設置以前の風景嵐山方面を望む赤い車が見える付近に当駅が設置されたデン天神川駅は京都府京都市右京区渦正下団業部長にある 京福電気鉄道嵐山本線の駅である、駅ナンバリングは、英語、右京区総合庁舎前の副駅名を持つ。2008年1月16日に、京都市営地下鉄東西線の2条、渦政天神川間が、延伸開業し、開港の八代駅山の内間に、同線渦政天神川駅との乗り換えのための、駅として設置されることになった。当駅は、 東西線の延伸から2ヶ月余り遅れて、同年3月28日に開業したため、当駅開業までの期間は、隣の開戸の八代駅が東西線との乗り換え駅としての役割を担っていた。設置費用の6億4300万円のうちの6億1600万円は京都市が負担し、2007年11月中に着工した京福電鉄にとって季節路線の中間駅新設は、 1956年開業の六王院駅に次いで52年ぶりで2駅目である。なお、臨時駅の中間駅としては、現、越前鉄道の三国あわら線、神愛グランド前駅が、京福電鉄時代の1992年に開業した例がある。東西線の渦正天神川駅延伸寺から、京阪電気鉄道京神線電車の乗り入れ区間も、 京都市役所前駅から同駅に延伸したため、蘭電天神川駅の開業で、東西線のみならず京進線、石山坂本千円線から嵐山、佐賀野へのアクセスが向上した、相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である、平用軌道区間であるが、安全地帯ではなく、プラットホームが設置されているのに加えて、ホーム全体を覆う上屋も設置されている。プラットホームには、 ベンチも設置されている。また、地下鉄渦摩テ天神川駅の3番で入り口から、乱電天神川駅までの通路にも屋根が設置されている。計画当初は、三条通り東側歩道に隣接するように設置される予定だったが、その後計画変更により三条通り、北行き南行き車線の中央に設置されることになった。ホームと三条通り両側の歩道は、 ホーム東側の信号機を備えた横断歩道で連絡する。嵐山本線では2007年3月19日に駅ナンバリングが導入されたが、その時点では当駅は未開業であったので、前の番号 A6 は欠番となっていた。京福電気鉄道嵐山本線山の内駅、蘭電天神川駅開港の親代駅、ABCDE、蘭電天神川駅が開業日は後方面へ便利に、 日本経済新聞、曽根悟る、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄4号京福電気鉄道、英山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都市交通局、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年4月3日、8から9ページ、ちづくりニュース第7号、ありがとうございます。